Hello guys! トライリンガリティ生の荒井翔です。このチャンネルでは世界中のヒット曲を取り上げて英語を学んでいきます。毎回動画を作るモチベーションになります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね。では、スタートしていきましょう。Let's begin! 今回はこの邦楽を取り上げます。星野源、恋。ドラマ、逃げる恥だが役に立つの主題歌ですね。ビルボードジャパンホット100総合シングルチャートでは7週連続通算11週間にわたって週間ナンバーワンを獲得したという、これまた流行りましたね。恋ダンス皆さんはしましたか？結構あれは社会現象になりましたよね。もうかなり前になりますが、この曲もやっぱりどの世代でも人気な曲だと思います。では今回はこの日本語の歌詞サビの部分を英語にしたらどうなるのかな、僕が英語に直してみました。そのポイントとともに英作文のコツを皆さんにお伝えしたいと思います。ではまずは日本語の元の歌詞を見ていきましょう。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出してという歌詞ですね。これを僕が英語に直してみました。 Things that are in your heartThings that will disappear someday, but always remember, they are beside you. 日本語から英語に直すときに注意しておきたい点としては、日本語は曖昧でも伝わる。でも英語だと曖昧にしておいたら何にも伝わらないよっていうところですね。1行目と2行目に書いてある that、これは関係代名詞ですね。which にも言い換えることができます。後ろから前に情報を付け加えますね。心の中にある things、 もの、いつか消えてなくなるものというふうに後ろから前に後ろから前に情報を付け加えてます。そして3行目、英語は論理をはっきりさせる言語です。なので but、 しかし、この言葉を入れました。 but always remember、 でもしっかり覚えておいて。 they are beside you、その思い出たちはあなたのそばにいるよというふうに書いてみました。さて今回のポイントは時制の使い分けです。うわ時制来たって思うね、皆さんもいると思います。特に受験の時なんかはよく時制だ時制だって聞きますよね。確かに時制は英語でとっても大事です。やっぱりこの、歌詞を英訳する時にも時制を使い分けることによって時間的な空間の広がりを表現できます。星野源の恋のサビの部分はやっぱり今、そしてこれから変わることもない愛の形っていうのを表しているわけですよね。具体的に1行目、 Things that are in our hearts、 これは B 動詞の現在形です。2行目、 Things that will disappear someday、 これは will、 つまり未来、will プラス動詞の原型になっています。なんでこの時制を現在形と未来の形で変えたのかというと、それはやっぱり星野さんが書いた1行目、胸の中にあるもの、これは現在形、いつか見えなくなるもの、いつかということは future、 未来ですよね。だから will disappear というふうにしてみました。といった形で、日本語のちょっとしたニュアンスも英語にするときには時制だったらどういうふうに表せばいいのかなっていうところを考えてみると、また一歩上のレベルになると思いますよ。では今日のポイントを含む時制の部分、一緒に repeat after me して歌詞を味わっていきましょう。 Things that are in our heart、 ThingsThat will disappear someday. Good job! アラショーイングリッシュ、今回はどうでしたか？コメント欄にコメントお待ちしてますよ。英語は世界とつながる魔法の言葉です。このチャンネルではこれからも世界中のヒット曲を取り上げて英語を紹介していきます。ぜひ一緒に学んでいきましょう。 Alright, thank you for watching guys and see you again. Bye bye.